ブワンアルベルトエルナンゴメス・ヘウエルは、スペイン、首都マドリード出身のプロバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスに所属している。スペイン代表、兄のウィリーエルナンゴメスもバスケットボール選手。2012年に CB、エステゥディアンテスに入団。2年間 B チームでプレーした後、2014から2015シーズンにトップチームデビュー。 ユース世代のスペイン代表としても活躍し、2015から2016シーズンはリーガク部の最優秀若手選手賞も受賞するなど注目されたエルナン・ゴメスは2016年の NBA ドラフトにエントリーを表明。全体15位でデンバーナゲッツから指名され、7月22日2016から17シーズンから NBA でプレーすることを表明した。 2017年2月13日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦では27得点10リバウンドを記録し、リーグ首位のウォリアーズ相手に132から110での解消の原動力となった。2013年に U-18 のスペイン代表に招集され、2015年の U-20 欧州選手権ではファーストチームに選出。 同年のリオデジャネイロオリンピック出場をかけた欧州選手権にフル代表デビューを果たした。兄のウィリーエル・ナンゴメスもバスケットボール選手で、現在はレアル・マドリード・バロンセストに所属。2015年の NBA ドラフトでフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズから39位で指名され、当日中に権利がニューヨーク・ニックスに移動。ローン先の CB ・セビリアでは、 クリスタプス・ポルジンギスとプレイし、2016から17シーズンにより NBA でのプレーを表明している。ありがとうございます。